三個の成虫元気。黄色症状場への三例幼虫から摘出。ヘッジホック、マイナスプロテインに染色。成虫元気とは完全変態を行う昆虫の幼虫に存在する、器官成虫版成虫目ともいう。さなぎの器官に、成虫の体表部分に変化する。幼虫の体内には、成虫元気の左右体が複数存在し、成虫になると、それぞれは、 足、触覚やその他の形態を形作る。サナギの段階では多くの幼虫の構造が分解され、そして成虫元気を含めた成虫の構造が急速に発達する。それぞれの元気はその中央部分が末端になるという形で反転し、伸長する。幼虫の段階では成長中の元気の細胞は未分化のように見えるが、 成虫においての発生運命はすでに決定されている。予定運命が決定されていることを証明する実験は以下のように行われた。まず、8日直前の三例幼虫から成虫元気を取り出して分割し、より若い幼虫の体に埋め込んで培養する。成虫元気はこの方法で何世代も繰り返して培養することが可能である。このように培養した成虫元気を 最後に幼虫に埋め込んだまま溶化させると、生虫元気は、それが元々なる予定だった期間に分化する。例えば、触覚元気をこの方法で培養すると、ほとんど全ての場合において、溶化のタイミングで触覚になる。黄色症状場への生虫元気の研究中、発生運命が変化することが時々起きることから、アンテナペディアなどのホメオティック変異が発見された。 実際に起きる発生変更の種類が、例えば足から触覚への変異など、極めて限られていることは、非常に重要である。この現象の研究によって、ホメオボックス遺伝子が発見され、多細胞動物の発生理論に大転換が起きつつ、ある。生科学辞典。ありがとうございます。